おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。ロンドンですね、はい、UCL の研究チームが、はいはい、やった実験なんです。実験というか、まあ、研究なんですけど、はいはい、認知神経科学の専門誌、はい、ニューロサイコロジアっていうところに論文が掲載されまして、うん、はい、母数少ないんですが、うんうん、394人の参加者を、はい、対象に研究しまして、はい、女性は月経中気分や認知能力が普段よりも、はい、低下していると、はい、本人が感じているのにもかかわらず、はい、思考はより面積になって反応速度が上がりミスも減るっていう風になってたそうです、はい、ルナルナ月のもの周期、そうですね、今日サメ先生のボケが最後のくってうんうんとか言ってます。いやいや、っていうかそんなんね、にわかには信じられないようなことですよ、はい、そうなんですよ、皆さんそうやってこんなん、はい、まあ、すごい眠たいですしね、はい、まあ、それは薬のせいとか言うじゃないですか。違う、薬のせいとかじゃなくて、はい、もうそのもうとにかく眠たい、はい、しんどい、うん、気分悪い、うん、もうそんなのいいことなんか一個もないですよ。で、ね、その、認知、はい、自分の認知はそうなってるそうなんですが、はい、実際逆なんだそうです。あ、そうですか。はい、実際テストしまして、はい。はい。いろんなテストするんですが、はい、例えばその画面に、はい。いろんな写真がパッパッと出てきて、はい。顔写真が、まあ、いろんな人の顔写真が写って、はい。で、変わるから出るんですが、はい。その中にたまにこう、ウィンクした写真が出たら、はい。スペースキーをこう、押すっていう。反応速度よし出たクチャ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 とかいう、いろんな試験を行ったところ、はいはい、成績がかなり伸びたそうですね、生理中の方は。そ、はい、そう、自覚しているものとは逆みたいですね、はい、より良い男性選ぶためから。あ、なるほどね。生理中にもすぐに、すでにその時に、はい、次に生理が終わった時に、はい、誰とやるかっていう。そんなは、そう、ただの派閥れですよ、そんなことないで。まあ、本能的にっていうのはあるかもしれない。はい、そう、だから本能的にね。はい、で、論文なんですが、はい、研究参加者は、はい、月経期に気分や、症状の悪化を報告し、うんうん、それが認知能力に悪影響を及ぼしていると認識していたにもかかわらず、はい、総合的な認知スコアは向上したと、うん、主観的なパフォーマンス認識と、はい、客観的な認知スコアとの不一致は、うん、女性の月経周期について前向きな展望をもたらすと、うん、はい、でただ、はい、これとは対照的に、はいはい、卵胞期後期。卵胞期。はい。はい、なんでまあ、その、排卵した、してしばらくってことですか、はい、はい。はい。経った時と、はい、抗体期っていうんですか、黄体期っていうか、はい、黄色い体の期って書くんですが、黄体期。はい。子宮内膜が厚くなる期間があるんですが、はい、この期間においては認知課題パフォーマンスの、水準が下がったってことですね。あ、そうですか。はい。なんで、その生理そのものよりも、うん、その前の、うん、体調の変化っていうか、はい、に、はい、だいぶ、そのパフォーマンスの低下が見られると。ああ、まあ確かにね、うん、もうすぐなりますよっていう時のね、はい、1週間ぐらい前の方がしんどいかもしれませんね。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、そういうことなんだってことですね。じゃあ最中よりもその手前の方が随分、うん、まあね、最中はね、お腹が痛いとかいろいろありますけど、はい、それはそのお腹痛いだけですからね。はい、その前の方が頭が悪いってことですね。そう、悪いだけじゃないけど、まあちょっと低下すると、はいはいはい、
で、これっていうのは結局社会がその月経期のその生理中の女性の能力について思い込んでいる、いわゆるそのパフォーマンス下がるよねっていうふうに思い込んでる、ことに異議を唱える結果だったと。あ、別にそんなこと誰にも言われませんよね。いやでもね、割といるんですよ。その会社やってて、あ、今日この人イライラしてるなとか思ってる人いると思いますよ。多分あの人かなとかね。まあ男の人ってそういうこと言いますよね。そうそうそう、まあそういうバカなことを思っちゃう。ちょっとね、普段よりかイライラしたりね、怒ったりしてると、あとなんかちょっとミスしたりとかね、なんか何生理中なの？そんな直接言ったりないでしょ。言わないんですけど、心の中で考えてるようなね、あの男が多いですよね。うん、そうですね。母数を増やして、もっと詳細な資料はないとなと思いませんね。まあでも ほぼほぼ全員能力上がったそうなんで。計算問題とかですか？計算とか、先ほどのその反射神経とかミスが少ないとか、すごいぞみたいなね、キーの押し間違いがなかったとか、そういうことだと思うんですが、僕はこれ広めるべきかなと思ってるんですね。はいはい。まあ、あのもちろんさっき言ったみたいに、別の期間についてはパフォーマンス低下するっていうのは実際あるんですよ。はいはい。でもその生理中は、本人の認識とは違って、パフォーマンス上がるとかっていうことであれば、メンタル的にもかなり重要なことかなと思ってまして、どの、ね、タイミングでパフォーマンスが上下するのかって本人が知っとくのってすごい重要なことだと思うんですよね。今までって、これね、なんでこの研究やったかって言ったら、主にスポーツやってる女性の、例えばオリンピックの大会期間中に生理になっちゃうと、パフォーマンス下がるんじゃないかと言われてるんですが、それに向けて調整したりする人いるわけですよ。まあそうなんですけどね。ただその能力は上がるかもしれませんけど、お腹が痛いとか、いうことですよね。そうそう、だから、そういったところも避けて、一番ベストなところっていうのはここですよっていうのが、今回判明したようなもんですからね。そういうふうな挑戦もしやすくなるんじゃないのって話ですよ。だからまあオリンピックをやるのは、生理がもう終わるぐらいの時が一番いいですね。そこは下がるんです、だから。あ、生理が終わるか。そうですね。始まる前がダメなんだったら、むしろ、まあ、本当の真っ最中って言ってびっくりするぐらいしんどい時があるんですよね。後半ぐらいからしばらくの間が一番パフォーマンス上がる。そのあたりにオリンピックがなるように調整したらいいですね。そうですね。はい。出る人は。そう、そうだ。まあそれだけでもなくて、社会でそのね、仕事してる人もそうですけど。大事な仕事があるとか。そう。そういう時には、そういうところに持っていけるようにしたらいいですね。まあ、持っていこうとして持っていけるもんじゃないと思いますけどね。そこ自覚するっちゃ僕大事かなと思うんですね。女性本人がね。反射神経テストやったら手取りさせる。でも女性アスリートは、結構生理不順になると聞きますが。まあ、それは多分いろいろあるんでしょう。それはもう鍛えすぎてね、筋肉がつきすぎたりするとね。やっぱりおかしいなと思いますよ。あれ、ガリガリになってみたり、筋肉つきすぎたり、崩れると思います。入試とかどうすんだ。まあそれもありますよね。絶好調に脳が働くときにね、行きたいですよね。そうですよね。逆に言うたら男の人っていうのはいつが頭が一番働くんですかね。いや、もうあんま関係ないんじゃないですか。だからやっぱりその日々の体調管理による寝不足だったらやっぱりパフォーマンス落ちますし、それはでも女もそうですよ。ただその女の人はその生理の時にさらにそこに生理っていう、別の面倒くさいものが来るわけですけど、 その時にちょっといい感じになるよっていうんだったら、男は一体いつがいい。あ、わかった。先生言いたこと分かりましたけど、それ言わなくていいじゃないですか。言いたいことが分かったってことは、次例えば3日後ぐらいに彼女に会うよね、その時ぐらいが一番仕事がはかどったりするじゃないですか。よし、このね、はい、もっときんと頑張ったら、土曜日に彼女に会ってね、ちょめちょめできるね。それだったらこの1週間もものすごい勢いで仕事頑張んねっていう風に思ったら能力が上がるってことですよ。あるかもしれないですね。もう
キウキで仕事をする。彼女いない人はどうするのって話ですよね。え、じゃあ、土曜か日曜に風俗にね、行くぞ。風俗のなんとかするの。そうね。何々ちゃんに会うぞと思って頑張るとかね。まあ、飲みに行くでもいい。うん、飲みに行くでもいいですけど。現状タイム中、僕はそう、って先生言うのかなと思ったんですけど。はい。中期に入った女性ゲーマーやったら、ラフグのレコードに行く。それはちょっとかなわんな。はい。まあ、ということですね。まあ、そうですね。うん。まあ、漠然とね。うん、はい、そういうイメージあったじゃないですか。はい。生理中の人ってなんか、しんどそうやなっていう。しんどいですよ。まあ、実際しんどいんでしょうけど。しかも、あそこにはいろいろ挟まってます。でも、それいいです、それ。全体的には気持ち悪いですから。はい。めちゃめちゃめちゃ。うん。まあ、これは、知っといて損はないかなっていうことでした。はい。はい。ということですね。はい。そうですね。いいですか、次いきますよ。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。